トンネル内モンブラントンネルは、モンブランを隔てて、イタリアのアオスタとフランスのシャモニーを結ぶ、全長 11.8km の道路トンネルである。アルペンにあるトンネルの中でも重要な輸送路の一つであり、北アルプス向けの約1、3に相当する輸送量を誇る。モンブラン周辺の地形図印は、拷門の位置を表すトンネルは、この2点を直線で貫くモンブラントンネルは、 1959年から1965年までの6年間に渡り建設されたトンネルである。1946年に計画が浮上し、1953年に両国議会により建設が決定。1959年に着工し、従業員350人、岩盤を破壊するために約711トンの爆薬が使用され、ボルトの構成のために6万トンのセメント、 300トンの鉄が使われ、1965年7月19日に開通した。それまで、モンブランを越えるには、グラン山ン、ベルナール峠か、プチ山、ベルナール峠を通過する必要があり、かなりの大回りとなっていたが、このトンネルの開通により、交通の便が格段に向上した。このトンネルは、全長11.6キロメートル、幅8.6メートル、 高さ4.35メートルの2車線対面通行のトンネルである。2車線対面通行の理由は、需要が高まるにつれて、拡張計画も浮上したものの、付近の住民の反対に相飛んざしたからである。その後、300メートルごとに監視カメラを設置したり、換気口や最大45人を収容できる、対価機密シェルター18カ所の建設などの近代化も行われている。 最高速度は時速7 0トルで最低速度は時速5 0トルである。1999年3月24日、小麦粉とマーガリンを積んでフランス側からイタリア側へ向かっていたベルギーの貨物トラックが燃料漏れにより爆発、フランス側が煙を感知していたにもかかわらず、直ちに封鎖しなかったことから10台の普通車両と18台のトラックが トンネル内に侵入、結果として死者39名、負傷者27名という大惨事となってしまった。主な原因としてトンネルの中間地点を境にして、フランス側とイタリア側で別の管理会社が管理していたため、換気系統が別々となっていたこと、火災対策が不十分と指摘されたにもかかわらず、フランス政府が無視したことが挙げられる。この火災で、 当初、シャモニー側から消防車2台が火災現場へ向かったが、すでに火災で配線が焼け溶けており、暗闇の状態となっていたことと、車が車線を塞いでいたことから到着が遅れてしまい、煙に巻き込まれることとなってしまった。その後、フランス、イタリアのほか、スイスからも合計で約100名の消防士が動員されたものの、換気装置が有毒ガスを廃棄しきれずに熱と煙が、 立ち込めることとなり、消防士が現場に到着できたのは、火災から約3日後の3月26日、完全に沈下したのは、火災発生から約56時間後のことであった。なお、死者の多くは、避難時に、セルターへ向かう途中に死亡しており、爆発車両の積み荷がマーガリンと小麦粉であったことから、事故現場は約1000度もの高温の状態に達していた。ゆえに、 遺体も炭化したものが多かった。この事故に巻き込まれ生還したのは12名であるが、この12名はイタリア側から派遣された警備員ピエル・ルーチョ・ティナッツィによって救助されている。彼は BMWK75 に乗り、被災者に酸素マスクを装着させた状態で後部に乗せて救出していた。だがティナッツィは最後に救助しようとした被害者と共に、 防火扉の中で亡くなっているのが発見された。被害者が巨体で K75 に乗せられなかったためとされている。事故後、イタリア側によって、同国側入り口にモニュメントが混流されている。この火災事故により、トンネル内の壁は焼け焦げ、コンクリートが砂状になったり、鉄が溶解するなどの深刻なダメージをこむり、閉鎖を余儀なくされた。その後、壁の補修や、 換気システムと温度計の追加、対比トンネルの建設などが行われ、約3年後の2002年3月9日に再開通した。モンブラントンネル火災事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。